雪が降ったからといって青森で暮らす人の生活がストップなんてことはほとんどありません。道路の雪はみんなが寝静まった夜中から朝方にかけて片付けちゃうんです。おお、やってますね。道路脇には除雪した雪が高く積み上げられ、青森名物雪の壁が登場。もちろん排雪も定期的に行います。除雪車が次から次へ来るトラックの荷台に雪を乗せ、海へと雪を捨てに行きます。これはまさに連携プレー。皆さんが出勤する頃にはほら、車もこんなにスムーズ、道路が雪で埋もれてしまうなんて心配はありません。毎年4月1日に開通する雪の回廊八甲田ゴールドライン。雪の壁は高いところだとなんとおよそ6メートル。一冬でこんなに雪が積もるんですね。感動しちゃいます。